皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスに対するワクチンについての情報をお届けします。日本では新型コロナウイルスの患者数というものが増え続けていますよということで、東京都などでは用意された病床が足りなくなってしまうという非常に危険な状況になりつつあるということから、日本政府としても緊急事態宣言を出す方向で今検討されているところです。また世界的に言っても北半球では冬を迎えたことにより低温と空気の乾燥というこの2つの条件が重なっていることからも新型コロナウイルスの感染状況というものは悪化しています。またこの状況の悪化に拍車をかけているのが変異種の登場で、この変異種は現在のところイギリスで猛威を振るっていますが、すでにヨーロッパ各地、またアメリカなどでも発見され、それらの地域からの移動した人々によって世界各地へと少しずつ広がる傾向が見られます。しかし、こうした状況に対して、いずれ歯止めをかけることが期待されているのが新型コロナウイルスに対するワクチンです。開発が行われたアメリカやイギリスでの先行接種というものが始まり、EU 全体での接種というものもこれから本格化するところです。それでは世界ではワクチンの接種というものはどの程度進んでいるのか現状を見てみましょう。イギリスで低価格ワクチン接種開始。アメリカは400万人、目標下回る。イギリスで4日、製薬大手アストラゼネカとオックスフォード大学が開発したワクチンの接種が始まった。同ワクチンは安価な上に通常の冷蔵庫で保管できるのが特徴で、日本も6000万人分の調達契約を結んでいる。一方、ワクチン接種で先行したアメリカの接種人数は3日時点で422万人と目標の2割強にとどまった。アストラゼネカのワクチンはウイルスベクターワクチンと呼ばれるタイプで素早く設計・製造できるのが強みだ。2020年9月に副作用の疑いで臨床試験を一時中断し、アメリカ・ファイザーなどのワクチンに実用化で遅れを取った。アストラゼネカは21年中に30億回分を生産する計画で、イギリス政府は1億回、5000万人分相当、日本政府は1億2000万回分を調達する契約を結んだ。すでにイギリスやアメリカなどでは、メッセンジャー RNA と呼ぶタイプのアメリカファイザーとドイツビオンテックのワクチンの接種が始まったが、摂氏マイナス70度前後の超低温での保管が必要だ。同種のアメリカモデルナのワクチンも、摂氏マイナス20度での輸送や保管が条件だ。アストラゼネカのワクチンは冷蔵庫で保管でき、価格も安いため途上国などの普及に期待がかかる。ジョンソンイギリス首相は3日、イギリス BBC の番組で、イギリスは室温ワクチンで世界の先端を行く。将来に向けた真の望みだと述べた。イギリス政府はサッカー場などを使った大規模な接種を計画し、4日時点では53万回分を用意した。ジョンソン氏は、今後3ヶ月で数千万回が可能になると信じているとした。高齢者や介護施設の入居者ら、リスクの高い人から順に接種する。ワクチンは2回接種するが、3ヶ月の間隔を空け、より多くの人に1回目を行き渡らせる。イギリス BBC によると、治験では1回の接種で 70% の予防効果を確認した。記事では触れられていませんが、アストラゼネカのワクチンというのは2回打つことによって 90% 以上の予防効果というのが治験で報告されています。イギリス政府がワクチン接種を急ぐのは、国内で変異種も含めた感染拡大に歯止めがかからないためだ。首都ロンドンなどでは2020年12月20日から飲食店などを閉鎖したが、3日に新たに確認された感染者数は6日連続で5万人を超え、累計死者数も7万5000人に達した。ジョンソン氏は3日、さらに厳しい規制を敷くかもしれないと述べた。ロックダウン、都市封鎖の対象地域の拡大や、学校閉鎖などの対策を検討している。先行したアメリカのワクチン接種人数については、アメリカ疾病対策センター CDC は3日時点で約422万人になったと発表した。アメリカ政府は2020年末に2000万人接種を目標にしていたが、大幅に出遅れている。トランプ大統領は、連邦政府は各州へワクチンを配送した。あとは州政府次第だ。すぐにやれとツイートしたが、3日時点での発送件数も、約1300万件分にとどまっている。出遅れた要因は人手不足だ。ロイター通信によると、連邦政府から各州への補助金が足りず、ワクチン接種や設備設営に必要な人員を雇用できていないという。政府はワープスピード作戦を通じて、迅速なワクチン開発のための資金手当を優先した一方、ワクチン運搬や接種人員手当の取り組みは足りなかった。3日にアメリカ ABC テレビに出演した
アメリカ国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長は、出遅れたのは疑いようがないが、加速すれば巻き返せると述べた。それではここで現在のワクチンの接種人数についての人口状況です。アメリカの人口は 3.2 億人、それに対して接種が行われたのは400万人にとどまっています。イギリスは6000万人で、そのうちワクチン接種を受けたのは100万人。その他、現在 EU ではアメリカファイザーのワクチンなどに使用承認が下りており、接種が開始されていますが、まだまだ小規模にとどまっており、ここからの本格的な接種へと進んでいきます。一方で開発された欧米など以外では非常に接種が進んでいる国があります。それがイスラエルです。イスラエルは人口900万人ですが、すでに人口の 10% を超える100万人の接種が進んでおり、この勢いで接種が進んでいけば、3月には集団免疫を人工的に達成する可能性があります。一方で日本はどうなっているかといえば、現在のところ菅政権としては2月の下旬の開始予定に向けての準備を進めているそうです。なぜ他の国ですでに接種が開始されているのに日本では接種がすぐに行われないかといえば、それは日本人にこのワクチンというものが合っているかどうかというのを確かめる、そのような治験が行われているからです。日本国内にはワクチンの使用開始に不安を持っている人が非常に多いこともあり、たとえ海外で実際に使用されていたとしても日本国内での臨床試験というものを抜きにすることができない事情があります。一方でお隣の国韓国においても、同じアメリカファイザー製のワクチンというものがおそらく同じぐらいの時期に使用開始されるのではないかと言われています。ただしここで日本と韓国との大きな違いというのは、日本においては治験が行われた後で実際に使用が開始されますが、韓国の方では治験を一切排除した形での使用開始が予定されています。これは韓国の場合だと軽防疫といって、自国の防疫体制は非常に優れている、だからワクチンを急いで確保する必要がないという考えのもとに、国内でのワクチンの臨床試験などの手続きは全く進んでいなかった事情があります。ですから欧米でも実際に使用開始されたのだから、韓国国内における治験などはなくてもいいという考え方を持って、緊急使用を行おうという政策をとっているのです。まあ、どちらの方が安全性が高いかといえば、私は日本のように日本国内独自で治験を進めていくというのは良い方策だと思います。それでは現在のところ分かっている副反応などについてのニュースを見ていきましょう。インターネット上に出ているニュースなどでは、現在アメリカの接種数が400万人を超えたよという内容なわけですが、そのアメリカにおけるアレルギー反応は現在のところ6人になっているようです。ですから400万人分の6人であれば十分に使用に耐えうるワクチンであると言えます。ただし副反応が起きている人数として多いのは軽症のものであればたくさんあることが分かっています。一体どのような副反応があるかといえば、まず第一に痛い、だるい、軽い発熱などの副反応が報告されています。ただしこれらの副反応というのは他のワクチンにおいても発生する一般的な副反応と大きな差は見られないことから、使用を止めるような話ではないと思います。ただ日本の場合だと、この400万人打ったうちのアレルギー反応6人というのをことさら取り上げる可能性があり、それによって日本国内におけるワクチンへの不安というものが高まるのではないかという心配があります。そしてこの副反応については、今のところ高齢者の方が反応というものが鈍いという結果が出ています。これは免疫システムの反応というものを考えても、おそらく高齢者の人の方が働きが弱まっている関係ではないかと言われています。そして日本では臨床試験が行われていますよという話をしましたが、同時に接種開始される頃までには最低でも接種例が全世界で1000万人を確実に超えており、そうした実用例が積み重なることによって、この副反応などについての情報などもより正確さを増したものが日本は手に入れることができるでしょう。最後に新型コロナウイルスに対するワクチンについての注意点としては、不安を持っている人たちの中には非常に短期間に作られたワクチンだから不安だという声があります。しかしここには一つ誤解があって、新型コロナウイルスという名称からもわかるように、旧型のコロナウイルスというものも存在します。そして、新型コロナウイルスと言われる前の SARS ウイルスが今回の類似ウイルスにあたり、この SARS が流行った時の基礎研究という情報があったからこそ、現在のワクチン開発へとつながっている部分があり、決して新型コロナウイルスが流行って、もう翌週には出来上がったという話ではなく、
長年の基礎研究の上に新型コロナウイルスに対するワクチンが作られたんだよという、そういった認識が必要だと思います。また非常に早い期間での実用化にこぎつけたことによって、これはものすごい手抜きをしたんじゃないかという不安もあるかと思います。しかし臨床試験のその期間というものは省略されているわけではありません。ワクチンの実用化が早まった背景というのは、まさに行政手続きと資金援助というものが各国政府から大々的に行われたということが一番大きな要因となっています。また生産が急速な理由としては、これまでのような卵を使った培養や弱毒化ウイルスといったものではなく、工業的に大量生産されるというメッセンジャー RNA ワクチンの特徴などもあります。イギリスのワクチンについては、このメッセンジャー RNA とは違うタイプではありますが、大量生産できるという意味でおいては従来の方式とは違うということも理由となっています。ワクチンの話に入る前に、まずは日本における新型コロナウイルス対策の改善の余地があるという話をしておきましょう。これはもうすでに別の動画で上げておきましたが、指定感染症2類相当というこの指定を緩めて5類へ移すといったことなどが、まず第一に行うべきこととして言われています。また公営病院などにおいては新型コロナウイルスへの受け入れというものが進んでいるのですが、一方で私立病院の場合だと受け入れていない病院の方がはるかに多いという問題があります。これらなどは私立病院などではそもそも受け入れるための準備体制が整えられないといった財政的な問題や、新型コロナウイルスにかかった患者を受け入れた場合において、その他の病気の患者が全く来なくなるのではないかといった経営危機の問題や、一旦院内感染が広がった際のその報道の叩きっぷりが激しすぎるなどと、様々な要因があって私立病院側の方では受け入れが進んでいないことがあります。最低でもそのことに関して財政支援などを行って、少なくとも病院経営に負担にならないような形での私立病院での受け入れというものが進むような政府の支援というものが絶対に必要です。またそういった財政支援だけではなく、法律的な命令や指導などが行えるような法律の改正なども必要とされています。こういった事情もあって、日本は先進国の中では病床数は多いし病院もそれなりに多いにもかかわらず、新型コロナウイルスの患者を受け入れるそのためのベッド数というものが全体からすれば非常に少なく、そのために用意したベッドが足りないという現象を巻き起こしていることがあります。医療への偏った負担というものをもう少しまんべんなく受け入れるような形へと改善する必要があります。日本においては新型コロナウイルスの被害者数というものは欧米基準で比べるとはるかに少ないわけですが、だからといって手を抜いていいわけではありません。最善を尽くせばもっともっと被害者数を減らすことができるということは明らかなのですから、被害者が少ないことを理由として手を抜いていいわけではないという自覚は持ってほしいものです。さて、それではワクチンの話をしましょう。私は日本における新型コロナウイルスに対するワクチン接種は、まあ2月中旬ぐらいにはもう始まってくれればなというふうに思っていますが、菅政権としてもワクチン接種については前倒しといったことを言い始めています。そしてワクチンについての説明の時も言いましたが、日本における治験というものが行われているその横では、すでに欧米などを中心として実際に使用している人の数というものがどんどんと膨らんでいくことになります。これらなどは治験とは少し状況は違いものの、少なくとも1000万人、2000万人といった非常に大規模な接種が進んでいることから、その中で非常に危険な何かというものが見つかれば、それは十分に対処すべきものとして情報提供が受けられることとなります。ですから実際に日本で接種が開始されれば、その時にはある程度の危険情報などはもう十分揃ったと見た方が良いでしょう。なお新型コロナウイルスに対するこのワクチンですが、私は高齢者の人たちを中心としてまず打つべきだと考えています。その理由としては、まず第一に、そもそもの重症化リスク、そしてその亡くなるリスクというものを考えると、何といっても高齢者の人たちが一番高いからです。逆に言うと子どもたちにはほとんど打つ必要がないとすら思っています。子どもたちにももちろん新型コロナウイルスはかかるわけですが、重症化するリスクがほとんどないということもすでに全世界的なデータとして出揃っている状況ですから、ことさら子どもたちに集団接種を促すようなことは必要ないでしょう。ただし高齢者の人たちが子どもたちと接触することを考えると、高齢者の人たちはワクチンを打つまでは子どもや孫世代の人たちと会うのは
非常に気を使うべきです。それこそ家庭内においてもみんなでマスクをして、そして換気などをしっかりとするといったこれまで言われてきた3密を回避することであったり、個人でできる感染症対策をしっかりと行いましょうというこの基本についてはまだまだ忠実に守るべき必要があります。今の報道機関は新型コロナウイルスの被害というものをことさら強調し、これによって不安の増大を煽っている部分があります。ですから時間の経過とともにどんどんと状況が悪くなって、もう手がつけられないようなことになるんじゃないかと思っている方がおられるのであれば、そうした人にはぜひとも冷静になってほしいです。政府のできることというものはまだまだあるんだから、これをやるべきだという声をまず強くし、政府に働きかけることも重要ですし、一人一人ができる感染症対策を行って、そのまま時間が経過すれば状況を改善するためのワクチンの接種というものが近づいてくるというこの状況そのものを十分に認識すれば、大きな不安というものを少しずつ解消することができると私は思います。逆に言えば今の日本政府はまだまだできることがたくさんあるのに、そうしたことができていないという部分についてはこれからも批判をすることによって、その批判をするときにはこういったことが必要ですよ、指定感染症を2類から5類へ変更しましょうといった声などを繰り返し繰り返し声を上げることが重要でしょう。皆さんは今回のニュースの話を聞いてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合った評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。